幸せそうな、焼かれてる方も鉄板もさ、全部幸せ。パンケーキこれやろ。何？何？幸せのパン、幸せのパンケーキ。こっちのこれ行こうか。うわ、トッピング。でも俺ホイップクリーム、トッピングなしやな。そのままそのまま素材の味を出したいね。塩だけでみたいな感じですか。塩だけで出て入れんな。びっくりした。なんかね、なんか思った。人が多すぎて。はい、そうですね。ちょっとカメラが気になんで、もっといい席あったんですけどね。そう、向こうの方とか言ったらもう海とかできれば映してほしいけど、あんまりな、人多いと。まあ、道路ぐらいが、な、車ぐらいが似合ってるやろ。道路ぐらいが。みんなのパイセンはな、綺麗な景色とか、まあ、まだええわ。排気ガス吸いながら、排気ガス吸いながら。でもまあ、それでも幸せ。ここにおったらな。どうしたの？ネオン、ちょっと来た、思ったんちゃう。じゃあ、お冷や欲しいっす。ちょ、店員、あれ、店員呼ぶやつじゃん、あれ。あれはちゃうやろ。じゃあ、呼んできてや。ギリちゃうよ。呼んできてや。お冷や、あれちゃうの？店員呼ぶやつちゃうの？あれお冷やとかあるやん、ここ。いや、冷えすぎやろ。冷えとった方がええやん。あ、店員呼んではるわ。この下の席もええやん。写真撮ってたん？写真撮ってた。うまっ。お味はどうですか？何やん。今26、7秒、8秒、9、30。幸せタイムアタック。すいません。飲んだの？飲んだ？わかるやん、パンケーキに飲み物はいるって。だからお冷やがどうとか言うてたん。ここのここしようか。幸せのパンケーキ、きったらくい方。でも早い、最速で。幸せパンケーキ界の最速。はい、いや、その卵、なんすごいっすね、タレ。卵ちゃいますよね。キャラメル、シロップ。1分23秒。いや、どうやって、すごい食うの早かったっすけど。早かった。ていうか、早かったというか、その、人の幸せを潰してる感があった。俺らの二人がさ、あ、ゴボンっておったら、多分、みんな、幸せ、ちょっと減るやろ。ね、幸せレベル。何も言わんと座ってるだけでもね。うん、座ってるだけでなんかこう、申し訳なく感じたから。じゃあ最速で食べたということです。うん、最速で食べました。でもめっちゃ美味しかった。ふわふわやった。飲み物ないけど、飲み物買いに行こうや。あ、行きましょう。どこ？わからないです。行ってみましょうか。まっすぐ進もうか。はい。いただ、ごちそうさまでした。